バレンタインデーの日にバレンタインチョコもらって、おー今日バレンタインかーっていうやつはモテない。どうもありがとうございました。ゴージャスタートです。私がゴージャスでーす。アシスタントはヤギサマでーす。気づいてないってことは、気づいてないわけないじゃん。うちのスタッフがね、ヤギサちゃんにチョコもらってありがとうございますって言うのに、あ、今日バレンタインですね。いや、嘘じゃん。言ってた。嘘じゃん。絶対モテないやつが言うやつじゃん、それ。なんかね、恥ずかしいと思って、ちょっとはにかんで見てました。ということで、やんじゃおう。おいちゃーん。はい。はい、ということで、今日は一体何やるのかな。はい、今日はですね、ちょっと珍しい企画に挑戦してみようかと思います。なんだ今回は、お二人にシャドーバースでクイズをやっていただきます。おぉ、シャドーバースでクイズ。ちょっと待ってくれよ。はい、シャドーバースを知り尽くした人がやるものではないのか、それはって思うじゃないですか。シャドーバースレベル1だぞ、俺。ちょっとレベル1、合宿所の勉強センターだと思っていただければ。本当に。はい、免許センターでちょっと勉強するっていう、クイズみたいな感じです。クイズみたいな感じ。はい、どんな、あれ、気楽にやっていい？はい、気楽に受けていただいて、ゴージャスさんに最終的には知識をつけてもらうっていうのが目的です。ああ、まあね、初級編ね。そうです、初級編から。一応今回も難しい問題は後半用意してます、ね、あるんだ。よしよし、じゃあ、行ってみよう。はい、じゃあ早速手元に資料があると思うんで、はい、それを見ながらちょっと今回問題を出していきたいと思います。おー、クラスに全部に分けてちょっと今回問題出してきまして、うん、なので、全部で7問あります。7問で、7問のその、レベル1からレベル7まで出す感じで、うん、で、クラスは、全部別々で出します。ほうほうほう。はい、ではですね、うん、まず第1問から早速いっていきましょう。お、はい、第1問はヴァンパイアです。お、フォレストバットが場に4体、攻撃できる状態でいまして、相手の体力が残り9です。9で、進化剣も1個余ってて、手札が、夜の、群れと、ミニゴブリンメイジとデモンストームですね、うん、これを使ってリーサルにしてくださいという問題です。9ね、9、9です。フォレストバットを2体出す。1、2、3、4、5、6。今このまま直殴りしたら4点だで、残り5点残ります。4の、あ、ダメだな。進化してもダメだな。あ、お互いのリーダーとフォロワー全てに3のダメージ。これは肋骨のデモンストームですね。デモンストームで、これ3で6でしょ。はい、では手順、順番、デモンストームストームを出す。残念。もう一回。デモンストームを使うとフォレストバットも全部吹っ飛びます。フォレストバットも、あ、そうか。まずは進化します。バット。はい。一体。うん、はい。バット進化すると3点になりますね。三点。三点が一体生まれます。三点が一体生まれる。これで三。1、1、1、6。そうですね、6です。6でしょ。これで一回バシッて顔を殴る。はい、顔を殴って、そっからのデモンストームだ。正解でございます。ほらほらで、いいでしょ。考えいいでしょ。一回吹っ飛びましたけど ね。では次、レベル2、ネクロマンサーです。ネクロマンサー使ったことがないけど、まあよしとしよう。じゃあ同じ5両で行ってみましょう。じゃあ第2問こちらです。多いね、カードが。めっちゃ いっぱいありますね。さっき3枚だったから俺。急に難易度が、はい、今回はですね、スカルビーストが攻撃力3の状態と、風神が攻撃力3の状態で場にいまして、うん、で、相手の体力が11ですね。うん、スカルビースト手札にはファントムハウル、死の祝福、カムラ、ネクロアサシン。これ俺はね、思うのは、うん、PP が6でしょ。 PP6 のものを多分ね、カードを使わせるように仕向けてると思う、おいちゃん。ほう。だからこれ、ネクロアサシンが出てくることはないな。
そういう、そういう俺を使い、だからあんまりこのゲームでは適さない考え方してるよ。そうですね、なんかこう、うん、期末テストとかで先生がこの先生はこう出すだろうなっていうね、そういう元にやってるよ。でもそれでもいい、人読みじゃん、うん、このまま顔を殴ると33の6。そうですね、今6しか足りないんで、ね、5余りますね。5余る、はい、その5を、あ、やっぱ進化を出てるやつも進化すると考えて、両方とも進化すると攻撃力プラス2ですね。プラス2、はい、2だから5の8に3ってことね。残り3ですね。死の祝福の方がいいのかな。でも死の祝福を使うとゾンビが3体出てきます。このゾンビは、ネクロマンスが今どのみち足りないので効果は発動しないので意味がないですね。ということはこれ死の祝福使わない。では残ってるカードでファントムハウル、場が上限ネクロマンス、ネクロマンス、ネクロマンスっていうのは左のドクロの数字があると思うんですね。左下にかける5、これの数字のことです。これの数字を、ファントムスハウルであればネクロマンス1ゴースト1体出すなんで、これを繰り返すことはネクロマンスが、続く限り場にゴーストを出すと、うんうん、疾走がついてる。あ、これ、あ、ゴースト疾走、これだ、いいんだ、ファントムハウル出すでしょ。はい、出したらゴーストが3体出ました。3体出ました。で、そのまま殴る、顔殴る、正解でございます。危ない危ない、疾走がついてないとそのままいけないよね。そうです、そのリーサルで大事なのは疾走がどう出すかっていうところも大事なので、疾走って大事。よし、これは。はい、じゃあ続いて第3問目いきましょうか。そう、心理戦は通用しないのか。結構セオリー通りの出し方してるんで。ね、はい、では、続いてレベル3、ロイヤルですね。ロイヤル、はい、ではロイヤル出します。こちらです。あ、今攻撃できる状態で、うん、フローラルフェンサーが、4の、うん、フローラルフェンサーが出したスティールナイトとナイトがいて、2の1の、で、あと、ミラージュディフェンダー、ディフェンサー、うんうん、ディフェンサーが、殴れる状態なので、それを踏まえた上で手札も、見ていただければと。これこのまま一発逆転できるの、これこれでもう20削れます。20削れんの、うん、このまま進化のやつは1個で、4、2、1の7の10、10削れる、そうですね、今10ですね。10ね、このまま殴ったら10です。10で買おう。で、進化権が1個あって手札が、ご覧の状態だと。レイボンセイバーってこと？レボン、レ、レ、レビオンセイバー、レビオンセイバー、アルベルですね。は出てないのか。あ、9か、しかも。通常ですとレビオンセイバーは、コスト5なんですが、うん、エンハンスといって自分が PP9 ある状態であれば、うん、エンハンスっていうのを発動しまして、うん、で、そのエンハンスが発動するとその下記、あの今読んでた部分が発動すると。これっしょ。最初に全員で顔を殴る。はい、うん、残り10です。残り10、そして 9PP9 でこっちに9の レビオンセイバーを出す。はい、で進化させて、はい、疾走ついてる、ついてます、うん、顔殴る、はい、5-5で10、正解です。やった、これはすぐ解けましたね。勘がいい、うん、果敢、他にね、騙されずに。そうですね、うん、あの、うん、ロイヤルは今 あのエンハンスの環境になって、あのレビオンセイバーのアルベールの効果で、うん、その一気に10点まで削れるっていう進化権が残ってれば、うん、これが強みで結構使ってる人がいますね。これ強いですね。はい、はい、ではですね、続きまして、うん、レベル4ですね、うん、次はビショップでございます。ビショップ、でも持ち札が多いな。多いですね。視天使っていうカードは、うん、アミュレット
カウントダウンの妻アミレットっていう種類になって、アミレットっていうのはビショップ の、うん、あの特徴的なカードの一つなんですけど、うんうん、このカウントダウンがゼロになると、うん、このアミレットが破壊されて、うんうん、なんかの効果が出る、なんかの効果が出る、なんかフォロワーが出たりとか、うんうん、相手を倒すっていうのが出たりとか、うん、この四天使の場合は、うん、カウントダウンがゼロになると、うん、次はこっちのあれが出るんだ、蘇りし四天使っていうアミュレットがまた出るっていう効果になってます。でその蘇りし四天使もカウントダウンが1なので、うん、次ゼロになったら、うん、栄光のセラフラフィスっていうアミュレットがまた出る。何これ、このバトルに勝利するまであるじゃんこれ。そう、これすげえじゃん、これもうこれすごくない、これすごいじゃんこれ。何これ、もうカウントダウンずっとしてたらもうこれ勝てるってことでしょ。そうです、うん、ターン数をどうにかなるやつじゃない、ターン数、あった、アミュレット、一つのカウントダウンを1進める、見習いシスター、うん、現在見習いシスターは手札に1枚だけあります。1枚だけある、カードを2枚にするやつがあるはずだ。あ、こっちもあった、自分のアミュレットカウントダウンを2進める、気高き距離、うん、これでこれは手札に2枚あります。2枚ある、ね、2枚あるで、今 PP10、 あ、もうこれ全部出せばいいんじゃない、これ見習いシスターを出す、はい、出しました、うん、出したら目覚めしが蘇り師に変わるでしょ。そうですね、はい、変わったら次に気高きを出す、うん、はい、気高き出したらこれカウントダウン1だから栄光のに変わるでしょ。はい、変わりました、うん、変わった、終わり、いいですかそれで。まだカウントダウン1残ってます、それだと。え、もう1枚、もう1枚出す、気高きもう1枚出す、正解です。おお、気高きはね、カウントダウン何本なの、カウントダウン1、あの2進めるんですけど、うん、要はあのそのカード1枚に対しての発動なんで、別のカード、あのフォロワーというかアミュレットに切り替わってるんで、うん、これの2進めるがそのまま繰り越されるわけじゃないんです。あ、そうなんだ、はい、1個ずつ、1個ずつ、1個ずつなのか、そっか、はい、カウントダウンが1とは限らないんだ他のやつは、はい、はい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 、はい、これがビショップの、セラフデッキと俗に言われてるやつですね。はい、では、続きましてレベル5のドラゴンに行きたいと思います。あ、ドラゴンだ、はい、では出します、こちらです。うわあ、はい、なんかすげえ並んでるこちら場に、なんていうんですか、まあ、竜少女が、うん、おります、3体、竜少女3体、はい、竜少女が3体いて、うん、このカードの効果は自分の手札を1枚捨てるたびに1ダメージ、うん、なので、まあ、手札を、まあ、1枚捨てれば相手に今3点、あの3体いるんで当たると、1枚捨てるたびに、うんうん、1枚捨てる、そう、1枚捨てるたびに、うん、1点ダメージなので相手に捨てるというの、まあ、カード効果で手札を捨てるとかがあるんですね。あ、う、あ、ん、ほう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 。そのカードが今手札にあるんです。あった、スペル。あ、これ新たなる運命。新たなる運命は一番左か。に1枚あります。手札を全て捨てて。おお、捨てたカード1枚つけ。あ、じゃあもう捨てるんだ、もう。じゃ、これだ。これを出して、竜少女を全部捨てるんだ。そうすると1ずつ、なので今手札が合計、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,190,191,192,193,194,155,156,167,168,179,190,191,192,193,174,155,156,167,168,179,190,191,192,
これだこれだ、まだいっぱいあるんだ。竜少女もあ進化させるんだな、これ。自分の進化させないな。うん？1ダメージだもんね。そうです。1ダメージだったら進化させちゃダメだ。分かったぞ。インペリアルドラグーンだ。はい。ではインペリアルドラグーン出しまして、出して進化。
します？しません。ごめんなさい、よく見てください、インペリアドラグの効果を。効果、手札をすべて捨て、うん、捨てたカード1枚1枚につき相手のリーダーのところすべてに1ダメージと、これあ、これは後だ、最初はこっちだ、新たなる運命だ。そうするとインペリアルドラグが、これインペリアルドラグ出さない、出さない、出さない、まず新たなる運命を使う、先に新たなる運命を使ってこの竜少女で、ダメージ 6枚捨てるので、3×6 で18点ですね。あ、そうか、手札か、手札ってこっちか、え、手札ってこっち、そうです、自分の手札です。はい、こっちです。こっちは捨てない、こっちは捨てないです。あ、こっちは捨てない。あ、これ3パターン。手札を捨てるたびに捨てた、うん、出さなくてもいいよっていう、いう感じですね。そうです、出したら、まあ、この子が好きなら出せばみたいな。そんな感じですね、うん、3パターンはあるけど、まあ、実質に最初あれか。最初叩くん、最初叩いて叩くんでしょ、最初に叩く、最初叩くんでしょ、最初に叩いてよろしいですか。うん、いい、立て壊す、はい、立て壊しました。はい、そしたら竜少女一人いなくなりますね。あ、そっか、そっか、2だからいなくなっちゃう、ダメだ、うん、そしたらダメ。あ、どうだった、新たなる運命を使って、はい、18で、18でそのまま、まだ殴れるんだっけ。殴れます。殴れる、あ、じゃあ竜少女で立てぶっ壊して、はい、もう一人で顔殴れば終わりだ、うん、正解です。やった、おいや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 、考えるわこれ。ちょっと難しく考えすぎましたね。ちょっと待って、なんか、ね、え、もうこれの他にもあるの。はい、この他はインペリアルドラグーンが相手に6点、うん、6点はい、うん、入ると同時に手札を捨てるので、あの竜少女たちが、うん、みんな一斉にめちゃめちゃ攻撃をする、うん、合計24点ダメージです。そっちの方ができるじゃないか。もうタロットやってる渚ちゃんには持ってこいだよね。そうですか。ね、すごい。全然まだ私も、はい、来てびっくりするとかありますからね。あ、さあ、こっからが渚高いです。近い。お、では次、レベル6。6。ウィッチです。難易度高いぞ。ではこちらです。うん。ウィッチ。ウィンドブラスト。ウィンドブラストが1枚、次元の超越が1枚、次元の超越、フレイムデストロイヤーが2枚の、迫撃が、1枚で、運命の導きが1枚、迫撃で、スペルブーストの効果も働いてるんで、コストが変動しております。スペルブーストというのは、うん、スペルを使うたんびに、何かしらの効果を発動していく。まあ、例えばウィンドブラストだと、スペルを自分が使うたびに、うん、このカードが手札にあれば、ダメージがプラス1される。もう分かった分かった分かった、待って、出す順番で、出す順番だね。まず、はい、ウィンドブラスト、はい、出す、はい、まあ、フォロワー倒す倒さないは別として打ちます、打ちます、はい、そうすると次元の超越が3、フレームデストロイヤー1、悪役1、フレームデストロイヤー5が手札にあります。うん、次次、何使いました、何使いました、 PP 残りです。計算難しくないこれ。これ頭の中でやってんのみんな。そうですよ。何それ、理数系じゃん。理数系ですね。炎の算数、悪域、悪域は今コス1ですね。コス1になってるでしょ、うん、はい、出す、はい、出しました。残り PP5 で、コストは超越が、2の、フレームデストロイヤーが0の、もう一体のフレームデストロイヤーが、4になってますね。もう全部出すのこれ、もう運命の導き、よろしいですか、運命の導きコスト3使います。
え、これ 3になりますね、2枚のやつ。あ、1個2個出て3だから、3まだ早いのか、うん、じゃあフレームデストロイヤーの1、え、0か今、うん、あ、0だね、0だよね、そうです、0がいます、0出す、うん、はい、0出すとまた減るんだよね。減らないです、フォロワーなんで。うん、フレームデストロイヤーはフォロワーです。フレームデストロイヤーはフォロワー、こっちだね。あ、これあれか、これはあれだ、スペルカードじゃないんだ、そうだ、そういうことでしょ。そうです、うん、え、どうした、足ります、足ります、来たから、うん、いいのか、でも順番これしかないもんね。ゴージャさん、悪劇まで合ってますよ。悪劇まで合ってる、はい、残り PP5 です。 PP5 で超越が2のフレームデストロイヤー0、うん、フレームデストロイヤー、4が残ってる。当たりる、え、次元の超越も出すのも、はい、じゃあ超越出しましょう。出しましたら、うん、超越2使ったんで残り PP3 で、うん、フレームデストロイヤー0とフレームデストロイヤー3がいますね。あ、でもそれだ、両方出す、両方出す、両方出して、はい、ターンエンド、ターンエンドして自分のターンがまた回ってきました、来ました、そしたら失踪ないですけど攻撃できます、ターンが回ってきます、で77が2体です。77が2体、うん、じゃあもう買わなくて終わりだ。正解です。おねえ、めんどくせえこれすげえ全部考えてんの。そうですよ、これをあの超越を使う人はこれ考えなきゃいけないんです、うん、このポイントは、はい、おいちゃんいいですか、喋って、はい、はい、このポイントはウィンドブラスト炎の悪劇はいいんですけど、うん、まあ、これウィンドブラストの前に炎の悪劇を先に出してしまうと、うん、コストが足りなくなっちゃうしっていう順番がすごい大事で、あ、ウィンドブラスト炎の悪劇って出した後に、うん、まあ、フレームデストロイヤーがゼロになったのでもそれ出すとしても、うん、その次に次元の超越を先に使わないとフレームデストロイヤーが4のままになっちゃうので、うん、あの4のまま出しちゃうと PP が1足りなくなっちゃうっていうような状況だったっていうことですよね。そうです、しっかり使い切るこの計算をしなきゃいけないと、はい、出す順番がすごく大事。これウィンドブラストここにあるからこれ読んだだけだって、これが逆だったら俺もうアウトだったよ。アウトになっちゃうね。いや、すげえな、面白いな、これ、ね、シャドーバースやってくれんなこれ、はい、うん、では最終問題、ちょっとこれはもう早押しで分かった方から。あ、はい、分かりました。渚さんもちょっとこれ難しいんで、僕もかなりあの迷いました、出された時これ。すげえなこれ。じゃあいきますよ、エルフです、最終問題。大丈夫かな。じゃあいきます、最終問題こちらです。うん、じゃあゴージャさん、あの、うん、リノセウスをとりあえず使います。これはキーカードはリノセウスです。リノセウスを使います。はい、でもう手札から1枚プレイしてます。現状、現状1枚出してる、出してリノセウスが手札に来てる状態です。はい、ゼロコスでミニゴブを出したんですね。そうです、ミニゴブリンがゼロコスで出されて、うん、すでにもう手札から1枚プレイしてる状態です。それを踏まえて考えてみてください。何でもいいですよ。で、手札に持ってるフェアリー あのコストにもあの目をつけながら考えてみてください。00だから今あの資料にはないんですけど、ゼロゼロにする効果を持ったカードが事前にプレイされてますね、前のターンに、うん、ターン中にカードをプレイした枚数が多い方がいいんだよね。そうですね、多い方がいいですし、かつコス PP が8っていうのも気をつけてください。8なんですよね、使いすぎるとなくなります。使いすぎるとなくなる。フェアリーサークルは、フェアリーサークルは1、ウォーターフェアリーは1、フェアリー出すんじゃないこれ。あ、大丈夫ですか、投げちゃっていいですか。先ちょっといいよ、先、はい、うん、ゼロコスのフェアリーを2枚出します、うん、はい、俺と一緒だそれな、うん、はい、うん、
そうすると、うん、3ですよね、スペルカー。あ、これ、使用回数が今3ですね。3ですよね、うん、で、4ターン目にリノセウスを出します。はい、4枚目でリノセウス4ですね。で、自然の導きで戻します。戻す、はい、あ、待って、殴ってから戻します。はい、殴って戻す。で、今相手は16点ですね。16で、またリノセウス出します。はい、6点リノセウス、うん、はい、殴ります。はい、戻します。はい、で、またリノセウス出します。進化、はい、今攻撃力10のリノセウスが現れました。で、顔殴ります。ポン、正解です。もう一回、もう一回、もう一回フェアリーを1回、2回、2枚出す。はい、ゼロのフェアリーですね。ゼロのフェアリー出しました、はい、そうすると今これ次で4回目ね。はい、次リノセウス出しました。これ 4ターン目、4枚目だから攻撃力が4になってます。あ、3プラスで4ね。そうです。で、4で顔殴って16、はい、16で、自然使って戻す、はい、戻す。その時はもう4の力のままね。まあ、それで考えてもらって問題ないです、うん、はい。そしたら、でまあ、リノセウスのプレイ枚数と、自然の導きの合わせるとさらにプラス2してるんです。そっか、そのターン数がまた2プラスしてるからね。はい、で、あ、6になってる。それで6になります。今度リノセウス出てきたら6になって、6出てきて、うん、顔殴って、うん、4足す6は10、10、うん、で戻す。はい、戻します。また導きで戻す。そしたら導きで戻して、またリノセウスをプレイしたときは今度はリノセウス8で戻ってきます。8で戻ってくる。8で進化すると10です。8で進化するとこっちプラス2点されるのでですね、こっちにはならないんですよ。あ、これじゃないんだ、はい、もうこっち、こっちよりも強くなっちゃう。あ、3、3がプラス7点になってる感じです。うん、で、また顔殴る。それでぴったりです。実戦やらないと全くわからない。そうですね、全然わからない。まあ、そうですね、実際にプレイしてもらえるのが一番いい状況なんですけど、さすがにその状況を作るのは実際にこんな綺麗な現状になる時あるのかね、これ。結構なるんですよ。ありますね、これは。あるのかね。あります。おお、見てみたいもんだろうな。おい、なのでエルフ相手にするときにPP8 とか7の状態で、うん、まだ18とかあるから大丈夫だろうって油断してると、うん、一気に削り取られるっていう。いや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 、恐ろしいなシャドーマース。マジか。はい、というわけで今回の講習会は以上です。これ全部マスターしてんの？いや、私もでもすぐには分かんない時とかもあるので、うん、こういうのをいろいろと勉強していくと、うん、計算が早くなるからいいと思います、うん、なんかいろんな問題知りたいですね。時でやりたかったな、このゲーム。頭の回転がね、回転がね、覚えよう。うん、面白い。これで君もシャドーバースマニアだ。ということでね、皆さんいかがだったでしょうか。分かってた人どれぐらいいたのかね。ね、みんなすぐ分かったかな、うん、分かったよって方ぜひね、うん、教えていただければ。分かんなかったよって人も書いていいから。ぜひぜひ。俺だけ分かんないみたいになっちゃう。あんたも分かんなかったでしょ。うん、はい、ということでシャドーバース、私初心者ですけれどもね、頑張ってやっていきたいと思いますんでね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はい、本日はここまで。また次回お会いしましょう。バイバーイ。 GM コインから嬉しいお知らせ。新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン